おはようございます。今日は埼玉県さいたま市の方に今仕事先に向かっているところです。朝の9時目標で今さいたま市の方に向かっているところなんですけれども、その後今日は愛知県に仕事に行くという予定で頑張らなければいけないことになりました。今日朝知ったんですよね。これから愛知県に走ってもらえるかなと、で夕方までに到着してなんとか走ってくれという話を聞いたんですよ。よく前日とか明日愛知県に行ってもらうという話を聞いたりはするんですけど、朝にそう言われると思わなかったんでちょっとびっくりして、ちょっと急ぎ目でもあるというところなんですけど、これから安全運転で愛知県の知多郡ですね、そこまで頑張って向かっていきたいと思います。今日も張り切って安全運転で走行していきましょう。さいたま市の仕事を無事に終わらせてきました。動画を撮影しだしたら雨が降り始めました。残念。これからなんですけど、愛知県に向かって走っていくんですが、都心から走っていって東名に向けて行きたいなと思うんですけれども、渋滞情報を見たらなんか高速空いてるみたいなんで、途中で首都高を経由して東名にアクセスしようかなと思います。もし都心方面が渋滞してたら、逆にさいたま市上尾方面走ってて京王道からアクセスっていう風な走り方して、中央道を東名狙うのも考えてたんですけど、都心は、9時今40分なんですけどね、40分過ぎたところで結構落ち着いてるみたいなんで、そんなに渋滞もなさそうだったら、そのまままっすぐ進んだ方が早いかなと思うので、これから向かっていきたいと思います。袋から中野町の蛇橋か、ここから高速乗ろうかなとも思ったんですけど、次高島平の入り口も首都高あるんですよ。ただ山手トンネルが渋滞してて、その後の東名にアクセスするところもかなりの渋滞が予想されるみたいなので、山手トンネルじゃなくて環八道路から行こうかなと思ってんですよね。しばらく下道走って東名の東京インターから乗るっていう走り方で、一般道がそんなに混雑はしないみたいなんで、そっち使ってもいいかなと思うんですよね。なんかでも右車線混んでるな。ダメかな。首都高をやめた。ちょっと渋滞がきつそうなので、平和台方面から環八通りに向かって走っていって、それで東名の東京インターから高速乗って愛知県向かいましょう。首都高経由で走ったら結構遠回りな道筋にもなってるんですよね。環八通りから行けば愛知方面に向かう下道になって、信号でちょっと引っかかりやすいっていうのもあるんですけど、それでも同じぐらいかなっていうふうな渋滞の予想で考えれば、多分早いかもしれないんで、それで向かってみようかなと思います。東京インターのゲート綺麗になりましたよね。個性的で面白い作りになりましたね。白っぽくて明るくてね、開放感あります。結構曇ってたんですけど、厚木とかね、横浜とか神奈川県の端っこまで来たら結構晴れてきました。このまま天気が落ち着いてくれればいいですね。愛知まで行ったら雲もなくなってくれると助かります。でここで左と右のルートで分岐で、自分は右ルート行きます。
左車線で落ち着くと、まあ、これでマイペースで行きましょう。お疲れ様です。ただいま新東名高速の駿河湾沼津サービスエリア下り到着してます。まあ、今一服してるとこですね。まあ、今高速走行してきて、まあ、タイヤも冷やすって意味で、今一服をしてるとこですね。でお店にも今寄ってきたんですけど、今12時なんですよ。結構空いてましたね。まあ、売店とかも寄ってみたんですけど、まあ、平日の、まあ昼っていうこともあって、まあ、お客さんはまばらという印象でした。ただご飯どころは混んでたので、まあ、食べるのはやめておきました。まあ、結構頼んだ後に時間かかってもしょうがないですからね。なのでご飯はもうちょっと先行ってから、お昼ご飯にしたいなと思います。それで前に寄った時にも気づいたんですけれども、あの牛タン屋さんがあったんですよ。牛タン専門で、まあ、他のメニューもあったお店が端っこの方に、あったんですけど、そこが閉店してしまって、まあ、しばらくシャッターが閉まってた状態だったんですけど、新しくテナントがね、今度6月下旬ぐらいだったかな、そうですね、6月下旬ぐらいに、新しい店舗が入るみたいで、びっくりドンキーが新しくねお店として開店するみたいです。静岡といえば爽やかっていうハンバーグ屋さんがあるんですけど、爽やかハンバーグでもなくて、まあ、ブロンコビリーとかでもなくて、びっくりドンキーと、まあ、駿河湾沼津のサービスエリアなんでね、ここは規模が大きいんで、びっくりドンキーとかのお店が入場してもね、栄えたお店になるんじゃないでしょうか。6月下旬頃に開店ということで、まあ、機会があればいずれ寄ってみたいかなとは思いました。まあ、とりあえず、ここで一服してお昼ご飯は、まあ、その先に進んでからにしようと思います。遠州森町パーキングエリアまで来ました。ここで一服したいと思います。なんか速度工事してるな。ちょっと狭いですね。ゆっくり通過して、まあ、駐車場向かいましょう。とりあえずお店が空いてればいいですけどね。もう1時も過ぎてるんで大丈夫だとは思うんですが、中にまあ入ってみましょう。ごちそうさまでした。遠州森町パーキングエリアの下り、味噌豚味噌くわ焼き定食いただいてきました。いやー、このくわ焼き定食はたまに、寄る機会があったら食べているんですけど、今日も美味しい味をね、満喫させていただきました。まあ、結構味噌が濃いんですけどね、濃いめの味噌なんですけど、豚が、まあ、さっぱりめで、で味噌汁もね、だしが効いてて、ここの味噌汁好きなんですよね。ご飯、味噌汁、豚の、味噌炒めと、まあ、野菜もね、あの豚の下に、豚肉の下に、しじゃって、まあ、食べやすいものになってて、あっという間に全部食べきることができました。ということで、これから愛知県の方にまた再度走っていきたいと思います。十分休憩は取れたので、
これから突っ走って、ゴールまで向かっていきます。では出発。ここで東名と新東名の分岐になりますね。浜松稲沢ジャンクション、ここから左にそれて東名に行くこともできるんですけど、電光掲示板で情報も出てたんですけど、まあ、豊川と、音羽釜通りの間で、工事渋滞してるみたいで6キロって出てましたね。まあ、進行方向とは逆側になるんですけど、まあ、今時間もね結構押してるんですよね。なんだかんだ、2時半過ぎてるところで、途中で節約とかもうしないで新東名から高速全部使って、目的地に向かいます。あとはひたすら走るだけ。愛知県に入って岡崎まで来たんですけど、とんでもない雨になってます。えらいことになってますね。もうちょっと走ればゴールなんですけど、仕事先が屋外なんで、この雨の状況だったら仕事しにくそうですね。いやいやいや、こんなにザーザー降りになっちゃうとはな。なんとかここまで来るまでは雨を降らないで曇りでね、まあ、なんとか持っててくれたんですけど、ここから雨がね降り続いちゃうんでしょうか。残念ですね。大府出口で降ります。知多半島道経由で目的地向かいます。もうちょっとでゴールですね。はい、知多半島道を経由して阿久井インターまで来ました。ここで降りたら仕事先に間もなく到着になります。時刻は4時過ぎですね。お疲れ様です。愛知県の知多郡から、下道を経由して箱根エコパーキングまでたど、り着きました。今時刻は11時40分ですね。まあ、スムーズに走ってこれて渋滞もなく、快適に走ってこれたかなと思います。まあ、途中で浜松ですね、浜名バイパスを越えて信号が、出てくるところで故障車の、ね、トラックが、停車しててパトカーも来てたりして、そこで渋滞してちょっと動きが鈍いところもあったんですけど、まあ、それ以外はほとんど快適に走れてこれましたからね。まあ、無事になんとか、箱根の箱根峠ですね、ここはたど、り着くことができました。まあ、ここで、車中泊で寝るってこともできないことはないんですけど、まあ、まだ体力も余ってるし、まあ、明日のねまた午前中東京で仕事があるので、ここからまた一服して頑張って走っていきたいとは思います。まあ、本日はでも生放送もしてたくさんの方に遊びに来ていただいて、コメントもしていただいて雑談して楽しんでもらえた、噛んじゃいました楽しんでもらえたかなと思います。まあ、また遠出とかして、長い時間で生放送できる機会があったら、やっていきたいと思うので、その時はぜひ遊びにいらしてください。
まあ、ということで、ラストスパートということで、東京まで走っていきたいと思います。まあ、まだ眠気もなくて元気ですからね、張り切って進んでいきます。頑張りましょう。はい、というわけで東京まで戻ってきました。まあ、なんとか下道を経由しつつ、まあ、生放送の後箱根を越えて、神奈川県東京と一部高速道路を使って、たどり着くことができました。まあ、また生放送とか動画だったり制作する機会もあると思いますので、その時はよろしくお願いします。ということで、今回の旅はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。